ヤ部ブワブシュチコフスキは、ポーランドトルスコラシ出身のサッカー選手。ポーランド代表にも選出されている。ポジションはミッドフィールダー。ボルシアドルトムントでは、ヤク部の短縮系であるクーバと名前の入ったシャツを着る、ことから、クバという愛称でも知られる。初期チェンストホバ近郊のトルスコラシで育ち、8歳の時に兄弟のダビードと共に、 ラコフチェンストホバでキャリアを開始したブワシュチコフスキは10歳だった1996年10月に父親が自身の母親を刺殺する悲劇が起こったことで以降は祖母に引き取られて育ちその悲劇がきっかけとなってサッカーを諦めかけたが元ポーランド代表首相で叔父のイエジーブジェンチェクの励ましによりそれから2ヶ月後にラコフチェンストホバで練習を再開した 2002年に、グールニク・ザブジェの下部組織、2003年から2004年末までは4部の、ケース・チェンスト・ホバでプレイし、その後は、おじの支援からビスはクラクフの入団テストに参加して、ベルネル・リッチカ監督に感銘を与えた。ビスはクラクフ4部でのプレイ経験しかなかったものの、加入して、すぐさま競合チームの一軍に押し入ると、2005年3月20日の、 ポロニアワアルシャワ戦で、初出場を飾り初得点を記録するというスタートを切った。同2004から05シーズンに、リーグ優勝、2期目は、リーグ準優勝を経験こそしたものの、2期ともに、控えの立場であり、定位置をつかんだ3期目は8位に終わる。不審のシーズンだったが、自身は、ガゼータ・クロコフスカ選出の年間最優秀、マオポルスカ県選手。 かなる選定のピルカルスキーをスケリー年間、最優秀ミッドフィルダー賞を受賞し、さらにポーランドのサッカー選手協会の投票により、リーグベストイレブンに輝いて飛躍した。ボルシアドルトムント2007年、ボルシアドルトムントでのブワシュチコフスキ、ポーランドサッカー界の伝説的選手、ズビグニエフ・ボニエクからリトル・フィーゴと評されるほどに、国内での地位を確立する中、 2007年2月22日に移籍金280万ユーロでドイツ一部のボルシアドルトムントと7月からの4年契約を締結しクラブ首脳陣の要請により役部の短縮系であるクルバと名前の入ったシャツを着ることとなったブワシチコフスキは2008年4月19日に DFB ポカールのバイエルンミュン編ン戦で初出場を飾り 4月25日のアイントラ派とフランクフルト戦でリーグ初得点を記録した。2008年12月にポーランドの主要スポーツ紙ピルカ・ノーズナによる年間最優秀選手賞を受賞し、それから1ヶ月後の2009年1月にはドルトムントのファンから35%以上の投票でネベン・スボティッチとアレクサンダーフライを抑えて、 チームの最優秀選手に選出されると、加入して、すぐさま定位置を確保して、活躍を示し続けていき、2010から11シーズンに、チームの七期ぶりのリーグ優勝に貢献。再度、ピルカ・ノーズナ氏による、最優秀選手を受賞し、ポーランドサッカー協会による、最優秀選手にも選出された。さらに、翌2011から12シーズンでは、 リーグ戦連覇を経験し、DFB ポカール決勝のバイエルン戦では2アシストを提供して、チーム史上初の国内2冠達成に貢献したことが評価されて、シーズン終了後には UEFA が主催する UEFA 欧州最優秀選手賞の候補32名に選出され、2012年7月24日にチームと2016年までの契約延長を勝ち取った。 ユニフォームの名前をフルネームのブワシチコフスキにして臨んだ2012から13シーズンはシーズン初戦となった2012年8月18日の FC オーバーのイラント戦でマルコロイスの先制点をアシストした後にチームの2得点目にして今季初得点を挙げ2013年1月25日の 1FC ニュルンベルクとのリーグ戦で、試合開始から21分以内に2得点を挙げて、首位バイエルンとの勝ち点差を急に詰めることに貢献。2月3日のバイエルレバー空前線では、前半9分にペナルティーキックを成功させて2から0の2点差に広げることに成功。同試合は、シュテファン・ライナルツに2得点許して、一旦追いつかれるも、 最終的にチームは3から2で競り勝って、レバークルーゼンを追い抜き2位に浮上している。3月5日のシャフタールドネツクとの UEFA チャンピオンズリーグ2012から13で、チームの3得点目を挙げて、クラブ史上15年ぶりとなる、準々決勝進出に貢献。シーズン終了後の6月3日に契約を2018年まで延長した。 昨季の CL 決勝は、バイエルンに敗れて、優勝を逃したのみならず、そのバイエルンが三冠を達成したことで無冠となったが、2013年7月7日の DFL スーパーカップで、バイエルンを下して、早速タイトルを獲得して、素晴らしい新シーズンのスタートを切り、9月28日の SC フライブルク戦でシーズン初得点、10月26日には、 ライバルであるシャルケレヨンとのルールダービーでシーズンに得点目を挙げた。同シーズンのチームは相次ぐ負傷離脱により苦戦を強いられている中、2014年1月25日の FC アウクスブルク戦で試合開始5分に右膝を痛めてピッチを去ると翌26日に十字靭帯を損傷したことにより、 シーズン終了までの離脱が決定した。VFL ボルフスブルク2016年8月1日、VFL ボルフスブルクへ2019年6月までの3年契約で完全移籍した。2011年、ポーランド代表でプレーする、ブワシチコフスキ2006年3月28日に、パベウ・ヤナス監督の下でサウジアラビアとの親善試合で、 ポーランド代表初出場を飾ったブワシチコフスキは同年の2006フィファワールドカップの一位に選出されるかと思われたが負傷によって事態となった2007年8月22日のロシアとの親善試合では2点を先制されるもヤチェククジノベクが1得点を返した後に同点弾にして代表初得点を記録 UEFA ユーロ2008では 予選こそ中心選手として、本戦進出に大きく貢献こそしたものの、またしても負傷により事態を余儀なくされて、ウカシュピシュチェクに出場を譲ることが決定した。フランチシェクスムダシン監督によって2010年11月17日のコートジボワール戦から首相に任命され、自身のキャリア初のの公式大会となった UEFA ユーロ2012でも、 首相を務めたブワシュチコフスキは、ギリシャとの初戦で、ロベルト・レバンドフスキの先制点をアシストすると、続く、ロシア戦では長距離から同点弾を上げて同試合の最優秀選手に選出された。ウクライナと母国の共同開催となった、ユーロ2012終了後の 2014FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選では、2012年9月7日のモンテネグロ戦。 4日後のモルドバ戦で共に先制点にしてペナルティーキックを挙げ続くイングランド戦で負傷により欠場となったがウクライナ戦でビシュチェクの得点をアシストしたそれから4日後のサンマリノ戦では準備運動中に負傷したことで出場はなかった6月7日のモルドバ戦で先制点 9月10日のサンマリの戦で勝ち越し点を上げ、チーム最多得点となる4得点で予選を終了した。2016年 UEFA ユーロ2016では決勝トーナメント1回戦のスイス戦ででゴールを挙げてベスト8進出に貢献した。元サッカーポーランド代表首相で、 バルセロナオリンピック銀メダリストのイエジー・イブジェンチェクを、おじ、柔道家のヤヌシュ・ボイナロビッチをいとこに持つ。ブワシュチコフスキが10歳の時に、父親が自身の母親を刺殺する悲劇が起こり、以後は兄弟のデビッドと共に祖母に育てられた。なお、その父は、殺人で15年間投獄となり、UEFA ユーロ2012直前に死去している。 日常的に聖書を読み、頻繁に祈る経験がキリスト教徒として知られ、毎回得点を母に捧げるために空を見上げる、ゴールパフォーマンスをする。2010年6月に婚約者と指を挙げ、2011年4月20日に娘を授かった。ビスワ・クラクフボルシアドルトムント。ありがとうございます。